お便りいただいてます。ありがとうございます。はい、えっ、ー、と、偽善ネーム、はい、ハロウィンさん。ああ、ぴったりな。<laughs> そうですね、季節感ゃそうですね。えっと、40代女性の方ですね。はい、ごちそうさまです。はい、ごちそうさまです。40代3児の母。はい。偽善ネーム、ハロウィンです。はい、ハロウィンさん、よろしくお願いします。お願いします。1年ほど前に、中1の息子が部活に入らず、辞書や時刻表が好きで、周りから浮いているのか不安で相談させていただいたものです。はい。時刻表好きって、うん、覚えてる。なんとなく覚えてる。いいじゃん、いいじゃんっていうね。そうね。いいじゃんって感じだったね。 うん、はい覚えていらっしゃるでしょうか覚えてますが、うん、そうですね、うん、お兄ちゃんと比べてなんかキラキラしてないみたいな,なんそんな感じだった気がするけど。 えっと、相変わらず、辞書好きですが、その後、陸上部へ入部し、楽しそうな学校生活を送っています。あそうなんですよ。鬼に金棒やな。なあ、どっちもかよ。な辞書も辞刻表も好きで、足も。でもちょっと通ずるね、発射しますっていう感じだね。なるほどね。じゃあ、ちょっと自分を見立てるかもしれんね。止まらねえぞっていうね。N 何何系 今、発射します。パン楽しそうやな。<laughs> 陸上何の陸上、何の競技か知らんけどね。めちゃめちゃ合うんちゃう。短距離。合うかもしれなあ長距離やったら長距離で違う電車に行けるやん。長い電車あるからね。そうですね。いや、めちゃいいやん。その説は皆さんありがとうございました。手の振り方が難しいけどな、こう。いやそれはもうちゃんと陸上の方で行こうやん。そっち電車の方電車の方う取り入れて。ねそれはまあ、電車のほう取り入れたらめちゃめちゃ遅い。ビリやって、毎回。楽しないって。 ちゃんと陸上の方手足、ね、手は,手は、ねはい、交互に振っていきたいですよね、しっかりね、うん、ね車輪を回すんじゃなくてね。電車も別に、車輪、あの電車の<う>シュッシュッポッポーの,の手の動きは動きはあれか。うん 車輪の感じなのかなんか連結、なんかそのイメージじゃないですかみんなでやるからね。そうですね。まあ、あれにはならんようにね。あれはあんまり向いてないですからね。ちゃんと競争にはね。えっと、まあ、前のことは解決したということなんですけど、まあ、今回のことですね。今回、私が10月31日に誕生日を迎えるにあたり、やな。お二人におめでとうと言っていただきたく目申しました。いや、あれですよね。だからもう、あの、 偽善ネームがだからこういうことやったんですね名前がそうですね10月31日に誕生日やっていうことやハロウィンってことはいはいまさにですねまさにですねはいずうずうしくてすみませんいえいえ何をおっしゃいますやらまたお二人は誕生日にごちそうを食べたり自分へのプレゼントを用意したりしますかエピソードがあったら教えてください寒くなってきましたねどうぞご自愛くださいというねえっとはいえっとまあおめでとうというだけやったら時間も足りないだろうということでのまあお気遣いですよねこれは 気遣いなんですか気遣いじゃないですか。気遣いすいません、ありがとうございます、気遣い。いやでも、偽善の時間に、子宮って送って、大子宮って来てるじゃないですか、だから、偽善の時間は、おめえと言ってくださいがメインではないから、もうちょっと質問用意しとけよとは思うけど、逆に言うと、気遣いが足りんのじゃないか。 もう何気遣いかあった方がいいんじゃないかとは思いますでもまあ、それはね、そんなことは言わずにというか、まあ、とりあえずはでも、とりあえず言ったら失礼か。そうですね、まあまあ、2つ言ってますからね、でも、ごちそう食べたり、自分へのプレゼントとか、ああ、そうか、2つ気遣い、2気遣いがありますよね、ハロウィンさんの。でも、ははいいどっちでもこれ1気遣いやけどな。まあまあ、そうやねんけど、誕生日のエピソードを教えてもや何やねん、人で過ごしてるみたいな言い方やけど。ほんまやな。 はいはいはい。そんなことはないですね。はい。というこじゃ、えっと、まずはハロウィンさん。え本日ですね、10月31日。誕生日。おめでとうございます。ありがとうございます。お前ちゃうわ。お前ハロウィンさんやったんの。一応ね。一応言った方が、いや、言う、言わなくていいよ。はい。ハロウィンさん、こういう気持ちよって。いうはいはいはい、そうですね。おめでとう。おめでとう。おめでとうございます。 これで50歳になったんかな、40代やからね、うん、まあもしかしたらそうかもし,、ね、もしれないね、49歳やったかもしれないからね。そうね、勝手に僕の想像では、<ー>そうしてやりましたいい、はい、別に <laughs> <laughs> してやりましたね。50歳になったということですね。50歳になったかもしれないね。42歳かもしれないね。またハロウィンかもしれない。いや、そうかもしれないけど、まあだからその真相は次のハロウィンさんの。そうですね。来年わかるよね。そうですねメールでわかりますね。50代3次の母になって、確かに。49歳やったなマえっと。 そうですね、とりあえずおめでとうございます、うん、とにかくはい、はい、ありがとうございます <laughs> いやっぱ言われたらいいな <laughs> 確かにちょっと <laughs> 最後はでもその、はい、ねえ、あのー ちょっとそれがなければ、質問がなければ、こればっかりをやることになりましたよね、そう、<laughs> 苦しい時間ですね、だいぶね、だいぶ苦しい時間、すごい格闘してるようないや感じになりますけどね、最後、質問があるということで、うん、誕生日のエピソードとかどう、どうですか、なんか、<laughs> ごちそう食べたり、<laughs> 一人なんですか、<laughs> 一人では過ごさないと思いますごちまあでも自分へのプレゼントとか、た自分な、しゃぶしゃぶ自分にって、自分が自分に何かすることってあんまないからさ、 しててもららうからってう感じじゃない、うん、だから別に自分ではしないよ <laughs> 自分では知り合いしないよ <laughs> <え>マジでそうですね1一人で過ごした時もあ,<ん>あったんかなそんな時代も1人時代誕生日1人時代一人時代って、うん、まあ、うん、どうだろうねまあそういう時も若かりし頃あったかもしれんけどそうであの。 そうですね、まあまあでも人と過ごす上でも自分へのプレゼントを用意したりもするじゃない人と過ごした後に別に翌日とかに、うんでまあ、その当日でもあれ自分へのプレゼントを渡したり自分にねっていうこともあったりするんじゃないそうなんですかいや俺ないねんけどないけどある, <laughs> あるんじゃないっていうだから人と過ごしたあげくにもああるん ですかある人もいるんじゃない、ある人もいるんじゃないよね、ありそうじゃないやろ俺、俺 <laughs> お前もありそうじゃないし、なさそうやな、うん、そうですね、なさそうやなというか、まあ、ないんですけど、僕も完全受け身ですよ、誕生日は、うね、あのもう本当に人がやってくれるものを、うん、えともう矜持、もう本当にあの受け身として、うんあの、最高の受け身でい,いようと言ってますけどね。うん だから、誰も嬉しい、あ嬉しい、そうそうそう、だから、ええって、思えるように、誰も何もしてくれへんのがノーマルって思って、絶対、誰も何もしてくれへんって思いながら、生きてるわけやから、その日は。だからこそ、だからサプライズに対して、喜べたりとか、何かしてくれたことに対して、喜べるメンタルだけ準備してますよ、めちゃくちゃ。なんもないはず。 クズですクズの誕生日など誰も祝いません何もないはず絶対にっていうのをはいはい思って誕生日は迎えることにしてますかねそうだねそうやなその心構えだけを自分に課してるからほんまに何もないこともあるけどねその時にだからそれは何もなかったよそらね <laughs> そりゃそうですよ僕12月6なんですけど、はい、12月7にそれを思うこともあります、うん、ありますありましたねでもなんかあったな,なん何回かそういうことも<う> <laughs> まあでも人生において <laughs> 子供の頃は、はい、まあ言うて親が、はい ちょっと気使ってくれるところはあったし誕生日なうん絶対あったなそうなんですよねだから家族と住んでるときはそれやったしスペシャルやったもんなあの時一つ年を取るということはああそこまで思ってないけどそうですか早大人になりたかったからうんちょっとスペシャルやったけどな時期的にさ僕は4月の最初の方やからなんだろうまあんかこうあれですよね新学期始まってすぐやから割とこう クラス、まあ、そのクラスでは祝われづらいタイミングってやったかもしれないね。友達まだでききてなかったりとか、できたたてやっり新学期始まりたてでクラス外とかの後とか。ああああ言いづらいね、自分から言わなあかんもんね、たぶんね、誕生日通っていう話になる前に、俺、明日誕生日なんだよねって言わなかんもな、友達になりたてね。そうだね。仮滅って思われるもんな、なんか。<laughs> 用意せなあかん感じ友達。<laughs> 友達になるタイミングが失うからプレゼント目当てで近づいてきたんじゃないかって思われるねこいつそうだよそんなこと思うやつにはそういう言い方になるとまあそうでも4月の人はみんなそんな感じやった気するけどねあんまりこう小学校の時とか誕生日祝い会とかするけどまあ言うてちょっとこう仲良くなってきた月の人からの方がしやすい感じは まあでもあんまり自分を嫌われるのもていうか好きじゃないから好きじゃないっていうか祝う方が好きですね僕はうんなるほどねそうかまあそうなんですねんかそうあなたの話を聞いてると自分の12月の最初の方っていうのが割とベストバースでな気がしてきたなどうだろう割とね祝われてきたんですよね友人とかまあ両親はそりゃそうですけど もうちょっと後になるとさ、クリスマスと一緒にされてみたいなこと悩んでる人そうやね、だからベストバースデーはここちゃうかって今思っていやー、クリスマスの前って、まあまだから手前ぐらいで、その期間が長ければ長い方がいいか、友人を作る期間っていうのは、それでいうと、やっぱギぎりぎりのラインなゃう12月6日っていうのは1月、2月でもええが。いや、1月、2月になると、早生まれっていう違う意味が生まれるじゃないですか。 早生まれいいか悪いかっていうのは、うん、まあやっぱその人次第やと思うんですよね。で、えっと、ちっちゃい時とかは、割と早生まれの人はね、差別されてた不利というか。うん 若干誕生日遅い、ね、生まれやから不利なんじゃなくて、1年ぐらい、退格差とかね、うん。そうそう、退格差もあるからね。うん、まあ12月も一試合、ね、ですよ<れ>月とやつと。でかい方やったよね、別にそれは12月の終わりには。まあでも、うん、そうやな。いや、でもなんかベストバースデーな気してきたな、12月の頭の方は。結構だから、誕生日を割とそと、うんうん、楽しく過ごせてきた方なんじゃないかな。 そうなんですかはい12月でっていうことで、うん、まあ自分でそう思うんやったらそうでいいんじゃないいや12月6日は、うん、マジでいい日に生まれたね、うん、まあ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 そうなんかな15分で生まれたらしいよ俺は15分はい誕生日の思い出じゃないけど、うん、誕生の,あの分娩室入って15分で生まれたらしいよ 生まれていやもうほぼ生まれてたよ3人目やからもう早いもんという割とそのスッと生まれたらほんまにスッと生まれたらしい先駆者がおるからそうそうさっきそっから出てるやつがもう2人おるからだから俺はもうめちゃくちゃ早かったって言ってただからまあそう15分ですよすごいですよなるほどあっちうまやあっちうまですよね誕生のエピソードですけどねこれは誕生日でなるほどねあっちうまかあっちうますねまあまあ 安産やったと何山で15分はこ <laughs> 込み込みすぎやろ <laughs> 兄2人どうやってんっていう話なってくるね15分何山って言われたら大変やったよ15分と言われたらね、うん、な何があったんやその15分でって思うああそうやないろいろ大変やったやろっていうああまあ大変な何かがあったんでしょうけど、うん、なんていうぐらいだからそうやねああ早いってことですねプレゼントな もらったりしたら、もらえることが割と多いですよね、うん、それでいうと、なくすことが、ね、多い、僕は、うん、あの人からもらって身につけるプレゼントみたいな、めっちゃ2年連続なくしたことがあって、うん、だからあの、もらわないようにしてますね、そういう身につけるものが、絶対トラウマになってるんですよ、なるほどなあの時のその責任感の,その、だから自分を責める気持ちたるや、すごいから。うんうん 誕生日でさ、そんなに、まあ、お金も別みんな持ってないときにさ、うん、なんかこう、ブランド物をこう出し合って買ってくれたみたいな感じのことがあったんですよ。うんうん、1>, 1週間でなくしたんですよ。うん、それが2年連続続いたんですよ。うん、絶対に物もらわんとこって思ったれ、でそのときの自分を責める感じの、その、自責の念たるや。 すごかったなキャラもあるからさ打ったんかなこいつって思うよないやいや別にそういうキャラじゃないよそういうキャラだよそういうキャラじゃないよいやいやほんにね大きな呪いが生まれましたよちょっとその自分の自責の念が強すぎてそっからもうだからほんまに身につけるものはあかんと思ってますねああそうだね人に対してのプレゼントも難しいもんね そうですね、うん、あ人に対してはまあ身につけるもの渡したりはするけどね。うん、あしますかしますします。うん、まあまあ自分だけやからそんなやつは。2年連続なくすあ。なくすのはね。はいうん、でそれが嬉しいかどうかはさその相手によるじゃないですか。あはいはい、まあまあセンスが合う人であれば問題ないんやけど。はい、あ身につけるものっていうのはねうん、うん、センス合う人かどうかっていうのを。 大きいよなめちゃくちゃな小物とかでもそうやしさそうやな自分のセンスがよくても相手のセンスが悪かったらそれが悪きものとしてとらわれる可能性もあるし逆もしかりやしブランドに頼ることもあるよねないなないですかあのこのそうかおいっ子とか結構難しくて高校生ぐらいでえっとなんかこう服とかも買ってないから本人がね 部活をやってるからめっちゃスポーツマンは「シュプリームなら大丈夫」っていうジンクスかジンクスがあるのよねどうかなシュプリームでもうロンティシンプルなシュプリームのちょっと大きめのロンティこれやったらスポーツマンは嫌じゃないはずと思ってなるほどなはいシュプリームに行きましたよそうかそうかロンティ見たら高すぎてやめましたよやめたんやめましたね われわれの時代とはまた値段が違ったねさらに上がってたねなるほどなそうやなうちの弟はんかこうめっちゃ家から出えへんタイプやからゲームばっかやってるみたいなこと聞いてそんなやつはパタゴニアをあげたらいいやろってでやねんでやねんっていうのは俺はそうですけど思ってるけどねそうですか喜びましたいやあげ げたかもしれなブランドに頼るとやっぱ高いよね結構ねパタゴニアもダウンになっていやパタゴニアダウンめちゃめちゃ高いやろ6万ぐらいするやろダウン上げてないですよあお前そうかパタゴニアでダウン以外のもんあげたんかそうそうでしょ罪な男やねパタゴニア行ってダウン以外のもの買って渡すの罪な男やねなかなかそうですかああはいはいはいそうかショックやけどななんで パタゴニアの袋をプレゼントでもららっってズボンやたちょっとショックやけどないやハワイかなんかのお土産で買った気がするんでまあそこはしょ,しょうがなくない暑いところやからダウンはないみたいなことしょうがないからど、うん、こ夏やから、うん、はいはい <laughs> そうかいやまあでもちょっとその,その人に対しての,ちょっとそのブランドみたいなのは、うん、これなら安全権やろうみたいなのはちょっとあったりするよね高校生で部活やってて体でかいからシュプリーム安全権やろうって,思ってすけどいや全然分からんなその安全権冗談にしか聞こえへん、ね、あそう俺のパタゴニアと同じ、うん、あそうね、うん、俺はでも結構大真面目に思ってんけど安全権やろうと思ったけどね なんかでもそれ、うんまあな、でもスプリ、そうやな、スプリームか。背、でかいやつよ。185センチあるやつよ。ナイキでいいやん、もんいやいやいや、そうか。ナイキのでかいやつでもいいねんけどさ、別に。スポーツすぎるやろ、もう。それは。スポーツ好きなんスポーツすぎるって。もう、お前はスポーツって言ってんのと一緒やから。ちょっとまあだから、違うブランドの方がいいんかなとか思いつつ。うん。まあ、手が出なかったね、でも。 3年生になった時にあげようって思ったね1年生ではちょっと手が出ない手が出なかったそうなんですかねいやでも本当難しいだからうん俺が選んだものに価値があると思ってる人みたいな人がつくと楽やけどこの人はだからセンスがあるからこのセンスマンからもらったものがどんだけいいものなんや っていう,ふうに思われるるとめっちゃ助かるけどや、ねうん、いやいや <laughs> <laughs> <もうね笑>ほんまにその <laughs> ほんまにちゃんとそういう活動してる人じゃないと厳しいやろうけどなまああとはこうこいつは家電に詳しいからか、ね、あ,あはいはいまあそうあるよね確かにね、うん、それはちょっとあるかもしれないね、うん、まあまあそうねそうなまあでももらったものは割と まあ嬉しい食べ物とかは、まあ、シンプルにうしいしそんなにこう関係性が深くなければねだからだんだんそういうものになってくるよね大人同士のプレゼントってさまあ<対>友達とかはね喜ばそうよりはなんかこう攻撃よりは守備が強くなってくるよなあの嫌がられないよ <laughs> うん、これなら嫌がられないだろう、うん、っていうプレゼントになってくるやん。 そうだねあんま丸くなるというかね、うん。っていう感じになってくるよな、もうほんまにでも年いけばいくほどっていう感じやな、どっかでこう攻撃的なプレゼントをまた仕掛けたいものですけどね、うん、そう喜ばせてやろうっていう <laughs> あ、絶対に喜ぶだろうって思うようなプレゼントにいきたいよね。そ,うねうん、それが成功してこそって感じがしますからね。 まあ割とこうその2人での体験みたいなところはプレゼントにしやすいもんね。出かけるっていうことの、まるまるで、はいうとね、もうちょっと距離ある人間に対して大成功プレゼントっていうのが一番大変やと思うから、うん、そこをちょっと成功させるっていうのが結構重要になってくるかもしれないね。絶対旅行ではないからな。 開けれるだろ、誕生日。っていうのを2年やってない友達にやるっていう、だいぶやばいよな。やばいな、まで自分だったらできそうやけど、ギリギリ。いや、俺、できないよ、さすがに。さすがにやらないよ。まあね、いや、それはちょっと、まあでも、攻撃的なプレゼントをね、ちょっと渡していきたいですよ、できるだけね。そうだね。守備に走らず。 確かにね。はい。ギャグみたいなのもあるもんな。ギャグですか。ああ、でも、ちょっと若い時とかな。いや、もうそれはもうほんま攻撃でも守備でもなく、そいつが好きなだけっていうそいつが楽しいだけっていう冷やかしというかそうやな。もう嫌よね、それね。そうやな。もらっても嫌やね。ジョークグッズみたいな感じやろ。そう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 。ああ、いらんな。うん。いらんし。 捨てられへんしな、うん、俺が生まれた日お前のネタに使われる日じゃないねな <laughs> ピンタやピンタそうだね<ー>うんほん、まあ、に相手が喜ぶものをあげれたらいいしもらえたらいいんだけどそうっす、うん。難しいなでも誕生日の時にこう難しくもないかうん、うん、でも何あげたら分からんって状態あんま経験ないなあそうですか、うん あるある、えっと、あるどうしようかなって、だから、その甥っ子の、ねね、悩みに悩んだなあて、行き着いたよ、行き着いたのがシュプリムのロンティーったのよ、身長でかいからっていうことで、身長高いから、合う <laughs> 服もあんまりないだろう、そして嫌がられないブランド。<laughs> これだろうと思ってスポーツがそうなんやスポーツ選手着てるイメージがあるんですけどねでかいスポーツ選手はなるほどなそうなんかな行き着いたんですけど買わなかったっていうねいやまあそうねんか割と好き嫌いがはっきり分かれるブランドやからそうかだから多分その人のテイスト私服のテイストが分かればいけると思うやんそうですね だってシンプルやから大丈夫やと思う。その、ぜえっと、ブランド名が割としっかり刻まれてるパターンが多いじゃん。うん、あ、このメーカーって。まあ。あの、服に。ね、全く、こ書かないタイプもあるやんか。まあるある。あ<の>ね、まあ。そうです、ね。各タイプはどっちかっつったら。 まあ、ロンティーとかになると書くタイプとかるじゃんね、うんうん。まあ、あと、胸にちっちゃくみたいなこともあるやろうけどね。うん、真ん中にバーンって書いてあるやつが一番有名ではあるけど。だから、あれとかになってること、結構好き嫌い分かれるやろうなと思って。あれは買わん方が良さそうやなと思って、プレゼントで。<laughs> いや、まあ、ボックスの方売ってないしね、人気すぎて。<laughs> あそうなんです、ねはい、だから、まあ、胸のほうが1000あのい円でいい。いや、それコピーや。<laughs> <laughs> 韓国に売ってる1000円のやつはいっぱい売ってますめちゃめちゃコピーですまあ旅費考えてもそっちの方が安いっちゃう旅費考えたらそっちの方が高だあるしよくないでそうですねそれあんまよくないですからね旅行ごとセットであげたらいいんじゃないかなあ旅行とねセットでおうやるね向こう行って向こうで往復チケット買ってそれを先に自分が行ってセットでねセットでどなるほど。 旅行って言ってかだから、甥い子と一緒に行くってことそうです、そうです、ね。あのー、1000円のやつ買って、はい。はいはいはい。めちゃ大失敗しそうやな。<laughs> めちゃ気まずい時間が流れそたやな。そうですか。はい。うん、そうですね。いや、人の誕生日ちょっと困るけどな。自分の誕生日は、まあ、ほんまに受け身やな。ほんまに完全に受け身ですね。受け身ですか。はい。うんでで、はい、なるほどね。話を、はい、終わらそうとすると。 親とかさにもあげたりする。ああ、そうなんはいえっと、あげたりするね。まあ、親こそ、まあほんまに、まあでも、せやね、寒そうやったら、ナイキのダウンとかあげたりするね。なんか、あんまり、あなにや、寒そうやった寒そうや年、おやじ寒そうやなって思う。あるの思ってるせいなんか、悲しなるら、おやじさおいそうやなっなにや、その年。ナイキのダウンとかあげたりする。よ。なんで来てへんねん、おやじ、その年。 そやな薄着やからなうちの親父は結構じゃあもういらんねやろまあいらんねやろうなと思うねんけどまあでもんかその時その時でなんとなくあげてるよでもんとなくやなでも親父おかんのはそこまでこう深くは考えへんけどなそうかんか大ストライクを狙いにいかへんいかへん俺も大体が文明のものをあげるんですよあ嫌そうな顔せんいやでもそれでめちゃめちゃ劇的に変わったりするから喜んだりはするんですけど僕がセッティングまでできればねただ送ってあげる 場合は大体使い方間違ってて、ああ LINE 来ますね。あ,あそうですかあとか、うか違う使い方してたりとか。ねえ、うん、えっと、今年僕、w i f i を上げたんですよ、ポケット w i f i というか、うん、もうほんまに何の設定もいらん、うん、えっとその使い切りのポケット w i f i <laughs> 家と自宅と工場があって、工場のえっに w i f i が飛んでないみたいなことを言うから、とりあえず設定とか何もいらん、使い切りっていうことで、ポケット w i f i を上げたんですよね、そんな使わんって言ってたから、100ギガバイト使ったら、またそのギガバイトを購入できるから、ギガを購入するだけのやつやから、それでいけるから、100ギガバイト使ったら教えてって言ってるんですけど、もうあれから7か月経つけど、一切連絡ないから、多分使ってないんやろうなって思います。 それか減ってないんじゃんギアがかな減ってない使ってるけど減ってないやったらいいねんけどな使い方もそもそも分からへんからっていう感じそうやねそうやねそうやね設定までしてあげなあかんよなだから w i f i をつなぐのがだから自分の機器の番号とかも分からへんから w i f i をつなぐみたいなこともあんまり分かってないところあるから分かってないけども絶対に人間であれば分かることやんか自動販売機で ジュース買うのと、うん、あの、多分初めてやる人の、うん、えっと。 難易度は同じに設定されると思うんですこうかなやろ、こうかなで動いていったらつながるってことやろだから、それができないのはもう本当に、いや、もう面倒くあもう分からんくなのや、こんがらのやっていうところが結構乗ってそうやな抵抗感あるんやろだから自販機より抵抗感あるんやと思う自販機もでも、マサイ族とか抵抗感あるけど抵抗感あるやろな、マサインとか、もうかわいやいや。 やり <laughs> で、コカ・コーラをやー、<laughs> ドーン、ドンドン,ドン、<laughs> これ、これ、これ、と <laughs>、そう思うよ、だからマサイ族とかやったら抵抗あると思うねんけど、うん、だからその抵抗感を、ちょっと新たな危機器には持ってそうやから、だから設定までせなあかんよね、こっちがね。そうやな、まあ、そうそうこれはさすがにいけるやろうと思って、あんまりその工場に行く機会もないから、とりあえず渡して、またあの機械機会た設定するわとは言ったものの、うん、設定。 してないかもしらんなとはちょっと思ってるんですけどもしかしたら結構た結構したけどなあそうですよね確かになうんそうだねだから新しいものをあげるのはちょっとこっちも抵抗してまあ持ち腐れになる可能性あるからなそう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 そ怖さあると一個乗ってないやつの方がいいんやろうなと思うよね乗ってないやつまあ本当に扇風機ぐらいまでにした方がいいんやろうなとは実は思いつつもね 変<あ> <laughs> えるって自分で <laughs> 扇風機 <laughs> 使い方絶対 <laughs> そこやったら自信持って使うやろたぶ確かにな、うん、で新しい扇風機でも使うかもしれんなだって扇風機に馴染みがあるから、うん、あのダイソンの羽のないやつでも使おうとするかもしれんな、うんうねうん、使う使うそうやな、うん、だから聞いたこと新たな機器がダメなんや多分ポケット w i フ f i とかそうだね、うん、自分の時代になかった新たなものっていうのが抵抗感ありそうやな、うん 確かに。ダイソンの掃除機はあのげたんですけど、2年ぐらい前は普通に使えてたそうやな、いや、多分だから掃除機の新しいやつやから、これぐらい覚えて。あゃいやんみたいな、ついてくる古文、いい日にはええやんみたいな。古文古文ついてくるあの昔の掃除機って、もともと持ってたのは古文タイプやったはい。親分で吸いつつ、それから古文がこうぐるぐるぐる、そういうやつやったり、今は親分、古文一体型じゃん、スティックといか。 そうやなだからそういうふうに扇風機とか掃除機とかやったらいいんやろうなと思いますけどねドライヤーとかねそう使ったことあるやつ使ったことあるやつの最新版これやな親はでも生活がこうより豊かになるために新しいところをあげたりとか今年の夏やったらめっちゃ暑かったからベストタイプの冷気と冷気じゃないえと 氷水というか、ベストをずっとこう循環して体を冷やしてくれるやつをあげたんやけど、肉体労働者なんか母親がえとこう畑仕事とかしてはるから、暑いかなってあげたんやけど、なんか、親父がただ出かけるやつとして来てた、水 <laughs> も入れんと、<laughs> 氷も入れんと。 犬の散歩の時に着ていく服として使ってたんでめちゃめちゃ悔しい。ベスト代にしたら高いんだぞ。2万ぐらいするんやけどな。と思ってただのベストあげたいわなんで犬の散歩でベスト着るのんやそれ。あなか使わな悪いなみたいな感じやと思うんですよ。ポケットがね。ああ、あげとけるみたいな。なるほどね。T シャツよりいいみたいなことはあるか。 ちょっとでもほんまに宝の持ち腐れになるということでサムアップグッドのボタン、グッドの写真送られてきたけど。その犬の散歩で使ってるやつ。ベスト嫌いな。ポケットいっぱいあるな。思ってたけど、違うと。そうッね。じゃないよじゃないね。いやでも、使ってるものの最新機器、これがいいかもしれんなと思ったわ。ちょっと、ちょっと豊かになる。大きく豊かにならなくても。そうですね。それが一番やな。 うん、それ以外はもう全部設定してあげるのがいいな、そうやね、ちょっと親世代にはそうしていこう、うん、うん、それが、同世代やったら、よくないけどな、同世代やったら、同世代やったらよくない、同世代でそういう人やったら、よくないな、よくないんだか同世代にあんまり、できない人多いけどね、同世代でも、そううん、いるけどね、定が必要ないけど、うん、できる人いるけどね、そうか、調べりゃできるやろうけどな。 調べない人いるからな同世代でうん <laughs> いるいるいるよなあしょうがないそれはそうかうんすごいなでもそれはすごいよすごいね <laughs> すごいんですよ <laughs> <laughs> そう<か>すごいこともありますよ、それは。まあまあまあ、そうか。不便を楽しむのか知らないけど。あまあでも、アナログでいるんや、アナログが楽しいんやっていう場合はあるけど。うんまあ、俺らはまあそのアナログのやさももちろん分かってるし、はいはい、それが楽しいというのも知ってるけど。うん、そうですねやっぱでもあの、バーコードで P でいくと、やっぱ金遣い増えるなって思いますよ、やっぱり <laughs> あー。あ コだからアナログのおいくらみたいなう今月、先月でちょっと試してるんですけど、明らかに金遣い減ったな、普通の現金でいくと。に変えたら、変えると、面倒くさいからいっかってのもなったりするのも、ええわってなったりとか、確かに、あれ、今、財布いに200円あるからっていうので、それをいないで納めようみたいな、あったりするもんね、そうそう、ミッションが加わんねん、ちょっとだけ、現金やと、ミッションなしやから楽やねんけどな、多少やっぱ荒くはなるなと思って。 まあなるほどねポイントはつくんやけどなそうやねだからデジタルの良さはめっちゃあんねんけどあるよねだからそのアナログを捨てがたい気持ちもわからんでもないそういうところで言うといやわかるよだからどっちも良さはあるけどただできないよまた別になってくるもんなああまあねできた上で捨てるっていうのがまあ一番まあ捨てるを選ぶではないけど捨てるを選ぶ人の一番いいよね全然それはねっていうことできるけどやらんのじゃ っていうのがいいパターンやった気,、うん、な気はしますよ。暑いなっていうね。<laughs> ああまあ、まあまあ全然。空気を使わんっていう選択もあるよね。そうですね。はいはい。これ、先やな、冷たいのを入れたらいいベストなんやん、ね。それ分かってるし、できるんやけど。うん、やらん。暑 <laughs> いのがいい。<laughs> これで犬の散歩行くのがいい。<laughs> なんでええねん。 いやろでもできるでしょうけどねそれぐらいはねお父さんもねだ扇風機タイプのベストあるじゃんかブーッてあっちだた多分使ってたんやろうけどわかるか目に見えてわかるか知らないものでああなるほどねでもあれだって今年あれは余計熱くなるっていう噂もあったからさあそうなんや絵体が知れないとあかんねんなやっぱりね絵体が知れてるものああがいいかもしれんねそうですねまあそうだねうんそやな何やつ かんものでもそうやなその感じあるもんねもうちょっとその敵やとちょっと認識してるもんそうそうそう w i f i 何やつ w i f i 知ってるのにさでもポケットになると何やつになんのよ一番簡単やのに言うてるやん w i f i って何やつくせ者目になって設定しるお前やくせ者は出会え出会え時代の痛んじめ っていうので、ちょっと置きっぱなしになるのよね。そうだね、なりかねないよね、確かにね。面倒くさい気持ちはわかるしな、新しいものになじんでいくときに。そうやなプレゼント迷うな、何をもらったか教えてくださいよ、ハロウィンさんも。そうですね、今日ね、そしてハロウィン飛び出していったのかもね。 ああ、そうあ、んな格好したのか。ほんまやね。ゼリラで歩いてたのか。ああ、本当に、あかんよ、それは誕生日やがって。ハロウィンな上に誕生日なんです。ご確認。なことはないですよ。ダメです、ダメです。法に触れるとダメですからね。そうですね。まあでも確かに、ハロウィンさん、ハロウィン経験してるんかな。ハロウィン楽しんでるんかな、仮装とかで。そうですね。うん。ね。渋谷にいるかもしれない。渋谷にいるかもしれない三31日で。ダメや言われて。 ダメやって言われてない県の一番栄えているところにいるかもしれないそれはゃですうんそうですね。はいう。楽しんでください、じゃあ、誕生日をね。はいいお願しますということで、ねこの偽善の時間ではですねお便りを募集してるんですよただしかしね、ちょっと枯渇してきてるんですよね、最近。お便りなしですよ、もう。そうっすね、お便りがほぼほぼない状態なんで、そう聞くことがねえと。 ん同じことばっか言ってんじゃねえと思うこともあるかもしれませんが、そこはね、なりぞね、聞いたことあるような話をするかもしれませんけそうですね、なんでも本当にいいんで、でもちょっとお悩みが結構多くなってたんで、確かにね、そういうちょっと真剣なやつも結構あったりしたので、もちろんそれはそれでね、何かの役に立てればと思いますけど、もっと軽いのでも、軽いのでも大丈夫ですし、そうですね。 大丈夫ですし、どちらでも大丈夫なんで、ぜひぜひね、今出てるメールアドレスのほうにメールいただくっていう形で、偽善ネームと、大体の年齢と性別とは必ず書いてお送りください。お待ちししてまますごさでた